ねえ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 、私ちょっと今から行かなきゃいけなくって出かけてくるから、ちょっとごめん、2人でお留守番しててもらってもいい？はい、わかりました。ごめん、行ってきまーす。傘めっちゃ家に10本とかでもね、傘多いほどなんかね、なんでかわかんない。でも駅に、うん、車で、うん、送ってもらって、うん、車に傘忘れて最悪じゃん。傘買わないとっていう時がある。めっちゃ多いですね。え、最近は見てるかわかんないけど見てたら恥ずかしいね。
恥ずかしいな、見ないでほしい、逆になんか見ないでほしい、見てないでしょ、見ないでほしい、見てないでほしいですけどでも見てたらさ、思い伝わる、やだ、絶対やだ、申し訳ないね、レイラ、恋愛話がなくてマジ、思い出しても全然出てこない。レイラちゃんのタイプどんな感じですか？え、タイプ当たり前だけど、一目惚れした人わかる？絶対一目惚れ、え、だよね、あって思って、でも時間が経つと、あ、やっぱりこの人無理だなってなっちゃう。え、でも分かる、分かる、なんか、どんどん理想が高くなっちゃうのかわかんないけど、あ、やっぱこの人無理だわ、逆になんか嫌いな方向に行っちゃう。あ、けどちょっとわかるかもしれない、なんか、なんか気になるとはなるけど、好きまでがいかない、うん、もう気になるっていう、うん、何、時間がこんぐらいだとしたら、気になるから好きになる時間がこんぐらいみたいな。あー、なんかでも、やつ一目惚れして気になるかも、好きっていう感じになっちゃって、うん、でちょっと依存しちゃうみたいな。ああ、もうその人しか考えられないみたいな。ああ、もうすぐ依存しちゃう。そうなんだ、なんか全然気になるって終わる。そっから好きまでがいかないんだ。気になるが好きなのか、気になって依存しちゃう、なんかずっと考えてて、うん、依存しちゃうみたいな。ただいまー。おかえりなさい。何してたの？ちょっと恋愛話をしてました。あ、恋愛話してたの？はい、天気のお話から恋愛話になりました、うんうん、すごい変わってるけど。すごい変わったね。なんでだろうね。いつか、あ、そうです、ずっと恋愛話を聞いてました。聞いてあげてたの？かっこよかった？はい。ちょっと私にも後で見せて。OK。もし、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。好きな人見てないように、お願いします。